じゃあちょっと、セイントガチャ、もうセイントガチャしかないんで、ちょっと追っていきますね、もう。行きましょう。結構ガチャ動画長くなったな。トレミ狙いだが、まあ出ずと。さあ、ちょっと分解していきます。はい、ということでね、分解終わったので、続きね、ちょっとガチャしていきますと。狙いはトレミーと。お願いしますと。マジでね、トレミー、できたら1凸ぐらいが。ああ、違うな。今、トレミーじゃなかったっすよね。アステリオンと。さあ、次行きましょうか。もうどんどん行きましょう、これ、もう。さあ、まさかこのトレミ狙いでここまでハマるとは思わなかったですね。さあ、何も来ずと。さあ、20連目。まあまあガチャ回さないと、まあ結局ね、その戦力もアップしないんで、まあ回す分にはいいんですけどね、その狙いのトレミーが一体も来ないっていう。まあ次は、ちょっと分解していきますと。さあ次ですね、戻ってきましたと。次星5確定ですね。星5確定なので、さあ回していきましょう。まさかこんなにガチャ回す羽目になるとはね、マジで思ってなかったですね。トレミ、頼む。あー、もう違うわ。もう違いますね。あ、白と。いやー。さあ、じゃあちょっとね、見ましょうか。回していきましょうか。もう回すしかない。回すしかないと。さあ、10連目と。まあ、結局合計かなり回してますよ、これ。マジでトレミー出ない。いやー、こういうのが混ざってるんでね、ちょっときついと。さあ、まあ、星5出ちゃったので、またリセットされての10連目と。星5出ると、まあ、リセットされての、まあ、ガチャになってくるんでね、そっから30連以内と、星5はね。さあ、そろそろ、あ、まだいけるね。そろそろ分解しないといけないかなと思ってたんですが、まだいけると。さあ、20連目。星5が出てから20連目です。さあ、トレミーの一点狙いだが、多分そろそろ分解ですね。はい。さあ、分解終わって、星5のね、ランダムカードゲットできたんで、こちらも、30連目やる前にね、ちょっと上げとこうかなと。で、まあ、こちらの方は、安定のアイオロス狙いという感じでお願いしますと。はい、アルデバラン。さあ、戻りますと。さあ、じゃあね、30連目。星5が確定です。お願いしますと。さあ、トレミーが、どうだという感じなんですが。さあ、星5が確定で、あー、ミスティね。あー、ミスティ、あー、ミスティですか。あー。さあ、そろそろもう余力がね、なくなってきました。さあ、星5は確定してからの10連目と。マジでトレミー出ないね、これ。こんな出ない。あ、今どうすか？ちょっとはっきり分かんなかったな。あー、惜しい。カペラか。カ
カペラも持ってなかったんですが、トレミではないと。さあ、星5が来てからの10連目と。お願いしますと。さあ、どうだ？まあまあ来ないねと。さあ20連目。分解していきますと。さあじゃあ20連目ですかね。じゃあ20連目いきますか。さあ、トレミ狙いの20連目と。まあ合計ではもうかなり回してるんですよね。さあどうだ？さあ、コズと。まあ、次、じゃあ、星5確定ですかね。さあ、星5のセイントが何が来るかと。さあ、頼む。そろそろお願いしますと。もう違いましたね。今、もう完全に さあ、残りね。残り。まあ、星5が来てから30連という感じで、ちょっと最終的に一応回していったんですが、もしかしたらトレミゲットできない可能性が出てきましたね。星5が確定してから10連分解していきます。まあ、星5がね、出てから、まあ、20連目ですね。分解してきましたと。じゃあ、行きましょう。さあ、お願いしますと。いやー、トレミーゲットできない可能性が、ちょっと出てきましたね。まあまあ、出ないよねって。じゃあ、これでね、ちょっと、とガチャ今回ラストですかね。次でまあ星5がまあ確定なので、ちょっと動画の方もね、かなり尺が長くなってきたんで、ちょっとこう、次でラストですかね、とりあえず。さあお願いしますと。一応トレミ狙いで、さあラストチャンスと。いやー、そっち、シャイナですか。まあ、ということでね、一応ちょっとトレミー狙いで狙っていったんですが、まあ、ラスト10回もう1回ちょっと行きます。多分ね、もう分解しないとちょっと厳しいかもしれんけど。あ、行けましたね。最後ちょっとこれやって、まあ、これ星5確定じゃないんで、まあ、出ない可能性が高いんですけどね。まあ出ずと いうことで、まあ今回かなりね、ちょっとトレミー狙いで回していったんですが、まあ引けずという感じですかね。ちょっとね、と とトレミーね、ちょっとまた、ちょっと考えますということで、まあ本日は一旦この辺りにしておきましょうか。まあ、よかったらね、高評価の方とチャンネル登録の方よろしくお願いしますと。それでは皆さんまた。